休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を継続いたします。浅井康則議員。3月定例会の一般質問を通告に従いまして、一問一答方式で行いたいと思います。はじめに交通バリアフリー計画についてであります。大きく2つに分けまして、全体構想についてということと、近鉄小倉駅の地下通路のバリアフリー化の問題と2つに分けて質問しておきたいと思います。全体構想の中で特に、一つは、JR 小畑駅の整備について、質問しておきたいと思います。重点整備地区の中で、小畑駅周辺地区が、まず基本構想策定に、着手されることになりました。JR 小畑駅のバリアフリー化に取り組まれることになったことにつきましては、関係する地元の住民の方々にとっては、長くからの懸案事項でありましたし、ようやく、やってくれることになった、そういう思いと同時に、逆に大きな期待の声も大きいと思います。そこでお尋ねいたしますが、 JR 小畑駅におけるバリアフリーかの課題は何か、また、策定作業の今後の進め方についてお伺いをしたいと思います。木下都市整備部長。JR 小畑駅につきましては、階段での移動しかできない構造であることが課題であり、バリアフリー化が必要であると考えております。今後は今定例会中の所管の常任委員会におきまして、宇治市交通バリアフリー全体構想案をご報告させていただいた後、今年度中に全体構想改定版を策定する予定であり、この改定版に基づきまして、来年度以降、まずは小畑駅周辺地区におきまして基本構想策定に着手する予定としており、基本構想を策定していく中で整備内容についても具体化してまいりたいと考えております。浅井康則議員。JR 小畑駅はよくご承知の通りでありますけれども、階段で、2番ホームに行かなきゃいけないということで、利用している方々、本当に困っておられました。特に雨の日なんかはですね、傘を差して階段を上っていくということで、地域の方にお聞きますと、以前にも階段から滑り落ちたという方もいらっしゃるということやら、また、2番線を利用する場合ですね、六地蔵駅まで行ってから乗るということをされている方もいるんじゃないかと、いるということをもお聞きいたしております。そういった意味で、本当に、長くからの懸案事項でありましたし、バリアフリー化といっても、まずやはり階段の、階段をですね、エレベーターにする、またエスカレーターを作るということになると思うんですけれどもね、取り組みをぜひ着実にやっていただきたいということを、お願いしておきたいと思います。次に合わせましてですね、全体構想の中で、とりわけ今回重点整備地区としてですね、小畑地域以外にですね、大久保、
大爆と伊勢田ということで、まあ、順次策定されていくわけですけども、まあ、あの JR 小畑駅周辺地区の基本構想がまず作成されていくことになりますけれども、この基本構想が策定された段階でもですね、まだ具体的な事業計画をもとにしてですね、あの事業着手から完了まで、まあ、普通考えても2年3年かかるのではないかと、こういうふうに、まあ、あの想定されますが、まあ、その後大爆地区や伊勢田の周辺地区含めて事業がまた移っていくわけですけれどもね、まあ、計画期間で6年先と平成32年ということが ありますけれども、果たしてこの6年あと6年という短い期間で、まあ、できるのかどうかということを、まあ、非常に、まあ心配するわけですが、するわけですけれども、その辺について、大丈夫なんでしょうか。木下都市整備部長。現在改定作業を行っております全体構想では、整備目標年度をバリアフリー新法に基づく国の基本方針に即して平成32年度としております。しかしながら地域の抱える課題は多様であり、限られた期間でバリアフリー化に関するすべての課題を解決することは困難であることから、今後重点整備地区において策定される基本構想の整備目標年度は原則平成32年度とするものの、関係機関等との協議状況に応じて柔軟に対応するものとし、できることから事業を進めていくものとしているところでございます。浅井康則議員。まあ、あのそれぞれですね、あの非常に、まあ、いろんな課題を抱えたあの地区、3地区ともですね、あの、まあ、いろんな議論を協議をしていかなきゃいけない地区だと思いますしね、それはそれなりに一定の時間はかかると思うんですが、まあ、できるだけですね、やっぱり早い取り組みをしていただきたいということと、一つの地域が終われば次の地域というんじゃなしにですね、やはりある意味では同時進行といいますかね、同時に並行して取り組んでいくということでもしながらですね、できる限りやはり平成32年度までにですね、あのほぼ大体大型の事業がですね終わることができるように、ぜひあの積極的なお取り組みをぜひお願いしておきたいと思います。全体構想についてあともう一点だけ、お聞きしておきますが、JR 六地蔵駅の整備の見通しの関係なんですが、まあ、JR 六地蔵駅は駅の整備を推進する地区ということになっておりますけれども、まあ、現時点において整備の見通しは、どういうふうに、見ておけばいいのかお伺いします。木下都市整備部長。JR 六地蔵駅につきましては、JR 奈良線の高速化・複線化第2期事業の事業期間である平成34年度末までに事業実施を予定しております駅舎の改築等に合わせまして、バリアフリー化が図られていくこととなります。浅井康則議員。まあ、JR 奈良線のですね、高速化・複線化第二期事業の事業期間であります34年と平成34年度末までに、まあ、駅舎の改築なりですね、バリアフリー化が図られていくということのようですが、あのぜひですね、あのこのことについても JR 側と十分に協議をしていきながら、あの予定通りですね、あの事業が進められてい、くようにですね、ぜひあの、まあ、お願いしておきたいと思います。次に、近鉄小倉駅の地下通路の問題であります。まあ、小倉駅周辺地区はですね、今回の重点地区から外れました。駅の利便性向上等を検討する地区となりました。そして、まあ、
住民が最も期待をしておりました近鉄小倉駅の地下通路のバリアフリー化の取り組みにつきましては、今日のバリアフリー新法の枠組みでは、大変難しいと、そういう理由から、ある意味振り出しに戻って、しまったわけであります。このことは誠に残念な結果だと思います。そこで再度確認をしておきたいんですけれども、近鉄小倉駅の地下通路のバリアフリー化については、宇治市として、引き続き、検討していくという考えであることに変わりがないのかどうか、その点についてお尋ねしておきます。木下都市整備部長。近鉄小倉駅のバリアフリー化につきましては、宇治市交通バリアフリー全体構想改定版の素案の中でもお示ししておりますとおり、今後地下通路のバリアフリー化も含めたさまざまな手法を検討し、都市計画マスタープランとの整合を図りながら中長期的に駅周辺のまちづくりについて取り組むものとしているところでございます。浅井康則議員。今後もこの地下通路のバリアフリー化も含めてですね、さまざまな手法を検討していくということでありますから、引き続き、市としてですね、バリアフリー化について、検討していくという考えであるということを、確認しておきたいと思います。次にこの地下通路のバリアフリー化を考えた場合に、今までも言われておりますように、最善の方策は言うまでもなくエレベーターの設置で、あります。このエレベーターの設置について、宇治市としての現在のお考えについて改めてお尋ねしておきたいと思います。木下都市整備部長。近鉄小倉駅地下通路のエレベーター設置につきましては、バリアフリー新法の基準に基づいた駅構内の移動円滑化が完了していること、地下通路が駅構外にあることから、バリアフリー新法の枠組みでの対応は難しく、国のバリアフリー化補助の活用が困難であること、浸水対策などの課題がございますことから、当該地下通路のバリアフリー化を含め、さまざまな手法を検討していくこととなるのではないかと考えております。浅井康則議員。つまり地下通路に、エレベーターを設置するということについては、今種々いくつか理由をおっしゃいましたけれども、新法の制度にはなかなか載せるにはなかなか難しいということなり、浸水問題というリスクもあるという、そういったいくつかの理由からですね、現時点では無理だということを、おっしゃったと思います。で、その上で、他のさまざまな手法も検討していくということでありますけれども、私は12月の定例会の一般質問でも申し上げましたけれども、地下通路でのバリアフリー化、いわゆる地下通路でのエレベーターの設置が、無理ならば、下が無理なら上に上げるという方法があるんではないかということで、JR 宇治駅の橋上化、またあるいは近鉄で行けば近鉄の向島も橋上化されておりますが、そういった駅舎を上げることによってですね、東西の、小倉と小倉の場合の東西の通路も確保していくと、またあるいはエレベーターもつける、エスカレーターもつけていくということが可能になってくるわけですから、そういったことを提案をしたわけであります。その時の答弁としても、その橋上化という手法も含めて、さまざまな手法を考えていきたいと、地域の皆さんと一緒に考えていきたいと、こういうふうに、おっしゃったわけです。で、もちろんこの提案は、地下通路のですね、バリアフリー化が困難だということを前提にしてですね、
じゃあ困難であれば何か他の方法はないだろうかということで、まあ、例えば仮に教場化ということもあるんではないかということを申し上げました。で、まあ、いずれにいたしましてもその教場化も含めてですね、駅そのものをどうしていくのが一番良いのかということをぜひ考えていただきたいし、駅周辺の利便性向上に向けて、まあ、どのような整備が必要なのかということも、まあ、具体的に、まあ、市として検討して、行くべきだというふうに思います。その辺について、まあ、宇治市としてのお考えを お聞きしておきたいと思います。木下都市整備部長。近鉄小倉駅につきましては、改訂版素案の中でもお示ししておりますとおり、中長期的に駅周辺のまちづくりについて取り組むものとしており、駅の在り方につきましてはまちづくりの中で駅の果たす役割を踏まえ決めていく必要がございます。一方、駅周辺のまちづくりにつきましては行政だけで解決できない課題も多いことから、地域にお住まいの皆さんに立ち上げていただきました西小倉まちづくり研究会を中心にご議論していただいているところでございまして、研究会のご議論を踏まえた上で検討してまいりたいと考えております。浅井康則議員。まあ、いくつかですね、確認も含めて質問いたしました。ぜひですね、まあ、地元との協議がこれから、まあ、進められていくと思いますけれども、ぜひですね、地域の方々の意見をしっかりですね、耳を傾けていただきまして、まあ、市としても、まあ、具体的な提案をですね、やはり一方でもしていただきながらですね、この小倉駅の地下通路のバリアフリー化の問題についてですね、やっぱり前向きにですね、動きが出ていきますようにですね、ぜひ積極的なお取り組みをぜひお願いしておきたいと思います。時間の関係もありますので、このバリアフリー計画についてはこの程度に終わらせていただきたいと思います。次に、公共施設等総合管理計画についてご質問いたします。市長は、平成27年度の予算編成方針の中で、その重点的な取り組みとして、公共施設の在り方の検討と再構築を掲げ、具体的には新規の取り組みとして公共施設等総合管理計画の策定業務委託事業が、まあ、2年の事業として予算化されました。予算書には公共施設等の有効活用及び維持更新費用の縮減平準化を図るための長期的な更新統廃合超寿命化等の計画策定と書かれてあります。この取り組みは総務省からの要請もあり、全国ほとんど全ての自治体において今後、まあ、順次取り組まれていくものと思われます。それだけに、まあ、宇治市は宇治市としての独自のスタンスを持って取り組んでいただきたいと思います。また市民の立場から見ますと、まあ、公民館や公民船をはじめ、普段日常的に多くの市民が利用されている施設の、まあ、将来的な在り方を議論し方向づけをしていくことになるだけに、まあ、その議論の内容や結論については、市民は大きな関心を持っていくわけでありまして、計画に対して市民の意見が反映されたものにしていくべきだと思います。まあ、そういうようなことをまず申し上げ質問いたしますが、この計画の基本的な考え方と計画の対象となる公共施設とはどの範囲なのか、どこまでの公共施設を入れるのか、その点についても合わせてお尋ねいたします。木村副市長。公共施設と総合管理計画につきましては、公共施設の老朽化への対応や今後の人口減少も見据えた整備更新の必要性から、宇治市将来戦略プランにおいて公共施設等のアセットマネジメントに取り組むとともに、
平成26年4月の総務省からの各自治体への策定要請も踏まえ、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進することを目的に策定するものでございます。この計画では、インフラを含むすべての公共施設等を対象といたしまして、老朽化や利用状況等の現状を把握いたしますとともに、今後の維持管理や更新に必要な財源等の見通しも踏まえ、選択と集中の考えのもと、長期的な更新、統廃合、長寿命化などの基本方針を記載し、公共施設におけるサービスの在り方も含めまして、公共施設等の最適な配置の実現に努めてまいりたいと考えております。浅井敦則議員。公共施設はすべての公共施設ということであります。インフラを含むすべての公共施設ですから、道路、橋梁を含めて、とにかく建物だけではなしにですね、すべて入るということでありますだけに、相当、ある意味では、対象が相当、膨大な、対象になると思います。で、今副市長がお答えいただきましたが、老朽化の状況や利用状況等の現状把握とかですね、いろんな財源の見通しも含めて、調べていきたい、ということなんですが、以前にも少し申し上げたと思うんですが、宇治市公共施設の運営検討委員会というものがですね、平成18年当時ですね、指定管理者制度をどこの施設にどう導入していくかということについてですね、検討委員会が作られてですね、何年間か検討作業が行われました。その時にこういうですね、こういう極めて膨大なですね、こう資料編と2冊あるんですがね、宇治市内の公共施設すべてについてですね、現状ですね、現状と、あと、課題と言いますかね、ここに書かれてあります。当時はこれを指定管理者制度の、導入に際しての一つの資料としてこれを活用されているんですけどね、これだけの膨大な資料がですね、現にあります。で、私が申し上げたいのはですね、今年から来年にかけて2年間の委託事業といいますか、それをされるということなんですがね、何をどう委託をされるのかということなんですね。で、こういうような現に備わっているですね、基礎資料はですね、しっかりとやはり生かしていただきたいし、同じようなことをですね、2回委託する必要はないわけでありまして、そういった意味でですね、現在市が保有されている基礎的な資料、これだけではありませんけれども、基礎的な資料の中でですね、新たに作成しなくてもよいものもたくさんあると思いますし、それらの有効活用も考えるべきだと思いますが、何をどう委託するかということも含めて、お考えをお尋ねいたします。中上政策経営部長。公共施設等総合管理計画の策定につきましては、平成27年度から2カ年で進めてまいることといたしておりますが、主な策定業務の委託内容といたしましては、対象施設等の現状調査を踏まえた分析資料の作成や、今後の維持管理や更新等に必要な中長期的な経費の試算などでございまして、議員ご案内の市が保有している公共施設の台帳やデータ等も十分活用してまいりたいと考えております。なお、公共施設等総合管理計画の計画書の作成も委託をいたしますが、計画の基本方針の内容につきましては、
宇治市都市経営戦略推進本部会議におきまして、それらの議論を経まして市として決定してまいりたいと考えております。浅井敦則議員、ぜひですね、市が保有されているさまざまな基礎資料をですね、やはり生かして、もらいたいというふうに思います。一般の市民の目からいたしますとね、なんて言いますか、また同じようなことをですね、委託していくということをに受け止めてしまえばですね、本当に、なんか税金の無駄遣いというようなことに受け止められてしまいますのでですね、その辺は十分にやはり委託するに際してですね、これは市が現に保有している、基礎的な資料があるということを前提にしてですね、加えてこれからの新しい資料をね、作っていくというような観点でぜひ進めていただきたいというふうに思います。で、今もお話がありましたが、この計画の、基本的な方針といいますか、そういうものは都市経営戦略推進本部というところで、議論されてですね、最終的に市長が決めていくと、市長が最終判断をしていくということになると思いますが、その中で、次の質問ですが、市民の意見をどのようにですね、計画の中に組み入れていくこと、いくべきなのかということなんですね。で、個別の施設のですね、利用実態を踏まえながら、将来の施設の方向性も打ち出していかなきゃいけない、そういう計画であるだけにですね、大変市民にとっては非常に大きな関心が当然出てくるわけであります。で、それだけに、一般的には、案ができましたらその後にですね、諸案の段階で、パブリックコメントをやっていくというような、ことになるわけですが、そういうような形ではなくてですね、計画策定段階においてですね、市民の意見を組み入れていく、そういった仕組みなりですね、手法をぜひですね、考えていただきたいというふうに思いますが、その点についていかがお考えでしょうか。中上政策経営部長。公共施設等総合管理計画につきましては、その必要性につきまして議会をはじめ市民の皆様にもご理解いただくことは重要であると認識をいたしております。先の関谷議員にもお答えいたしましたとおり、計画策定段階から外部委員会の設置も必要であると考えておりますし、市の考えをお示しする中で市民の皆様のご意見についてもパブリックコメントの実施などにより伺ってまいりたいと考えております。浅井康則議員。検討委員会の中にですね、検討委員会といいますか、外部委員会、いわゆる検討委員会的なものを設置していくと、そういう中で市民の意見も組み入れていきたいということなんですかね。くれぐれもお願いしておきたいことはですね、検討委員会なり、今おっしゃった外部委員会のようなものにですね、市民代表の方をね、何名か入れるというようなこと、それはそれで大変大事なことだと思うんですがね、そういうような従来型のですね、取り組みだけで終わってもらいたくないということなんですね。で、そこは、先進的な市のですね、取り組みも十分にやはり見ていただきたいと思いますが、例えば市民との懇談会、地域に入ってですね、市民との懇談会、とかアンケート無作為でですね、アンケートで、市民の意見を聞くとかですね、とにかく従来のやり方以上にですね、やはりより丁寧な市民の意見を聞く手法なり仕組みをですね、ぜひ考えていただきたいということをですね、ぜひお願いしておきたいと思いますし、これはもう、総務省から、
もう提案されているわけですから、もうすべての自治体でですね、何らかの形でこの取り組みが出てくるわけですから、ある意味では宇治市の取り組みが、先進例にですね、先進事例になるようなですね、そういった取り組み にもぜひしていただきたいということで、そういったことをぜひ期待をして、この点については終わらせていただきたいと思います。次に学校図書館司書の体制充実についてというところで質問いたします。一つは、当初予算に計上されました、図書館学校司書1名増員と、研究事業ということで、当初予算に計上されておりますが、予算書を見ますと、言葉の力の充実向上を図る目的での研究事業を実施していくという形で、新しい事業が予算化されたわけであります。今日学校教育の現場ではですね、児童生徒の確かな学力を身につけることや、豊かな言語力と想像力の育成は、大変重要な課題であります。さまざまな図書と触れ合い、継続した読書活動を通して子どもたちは日々成長していくものだと思います。それだけに学校図書館の果たす役割は大変大きいものがありますし、中でも学校司書がその要になっていることは、論を待たないわけであります。今回図書館教育事業を拡充させるということで予算化されました研究事業について、司教委としては初めての試みでありますし、その研究事業の内容がどのような内容のものなのか、具体的な中身についてお尋ねいたします。中村教育部長。平成27年度当初予算案におきまして、図書館教育充実事業費として2289万5000円を計上しているところでございます。平成22年度以降、7人の学校図書館司書を拠点校に配置をし、各学校を定期的に巡回し、全校に配置している図書教諭や学校図書館ボランティアと連携をし、読書活動の充実を図ってきたところでございますが、これまでの体制に加え、新たに平成29年度までの3年間、1ユニットを指定し、学校図書館司書を配置した上で、学力向上に取り組むことを目的とした言葉の力の充実、向上を図る研究事業を実施するための経費も、平成27年度当初予算案に計上しております。この研究事業では、小中学校の一貫した指導で、生きる力の中心的要素である確かな学力を構成する思考力、判断力、表現力などに関わる言葉の力の育成を強化、領域等の指導の工夫改善の取り組みを通して向上させる実践的研究を進めることといたしております。またこの研究を進めるにあたりまして、各校の学力充実担当教員および司書教諭並びに学校図書館司書が連携した学校体制のもと、学校図書館の授業での効果的な活用の方法についても研究を進めることといたしております。すいません、ちょっと間違いがございました。平成22年度以降、7人の学校図書館司書を拠点校に配置し、各学校を定期的に巡回し、全校に配置している司書教諭やというところを訂正させていただきます。浅井康則議員。学力の向上を目的とした、言葉の力の充実向上を図る研究事業ということは大変重要なことだと思います。宇治市の現在の小中学校でのですね、学力は、京都府の平均値より下回っている現状があることはすでにいろんな資料で明らかになっております。
ぜひですね、この研究事業で成果を出して、いただきたいと思います。まあ、その他、いろいろとお聞きしたい点はありますけれども、時間の制約もありまして、意見この点については意見と要望にとどめておきたいと思いますが、学校全体の取り組みと連携することが、大前提になるわけであります。今まで その拠点方式とは違ったですね、大きな、要素を持ってくるわけでありまして、学校全体の取り組みが、必要不可欠でありますし、そういった意味で、どこのブロックをですね、一つのユニットに選んでいくのか、非常に大事なことだと思いますし、その辺はしっかり議論していただいて、3年間のですね、研究成果が生きるようにですね、ぜひしっかり議論していただきたいというふうに思います。次に、2番目の質問に移りますけれども、これまでの議会の一般質問をはじめ、予算委員会、決算委員会においてですね、多くの議員の皆さんから、この学校支障のですね、拡大について、要望があります。全校配置が本当に好ましい最善の方法なんですが、いっぺんに全校配置が無理だったとしてもですね、まず中学校区単位に1名配置をしていくという、10名体制にしていくべきではないかということを、強く、意見として申し上げてきたわけでありますけれども、ご案内のとおり、今回改正された学校図書館法もですね、4月から施行されますが、図書館司書、学校司書のですね、配置が、努力義務ではありますけれどもね、きっちりと法律上で初めて明記をされているわけですね。学校司書を配置するように、努めなければいけないということがはっきりと、謳われているわけであります。そういったこともありますし、新しい今回の取り組み、研究事業の取り組みとして成果を期待をしていきながら、合わせて、当面ですね、やはり学校司書の10名体制に向けてですね、ぜひ取り組んでいただきたいと。研究事業が終わってからだというんじゃなしにですね、並行して10名体制に向けてですね、取り組んでいただきたいというふうに思いますが、司教委としての決意をお尋ねしたいと思います。中村教育部長。司教委といたしましては、先ほどお答えさせていただきました研究事業の効果も見定めながら、平成27年4月1日から施行される予定の改正学校図書館法第6条で、学校に司書教諭のほか、これまで規定のなかった学校司書を置くよう努めなければならないという規定が創設されたことも十分に考慮していく必要があると考えているところでございます。また同法付則では、国は学校司書の職務の内容が専門的知識および技能を必要とするものであることに鑑み、この法律施行後、速やかに新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その要請の在り方などについて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされており、現在のところ学校司書配置に要する経費の財政措置につきましては、昨年度と変更がないため、司書配置に要する経費の財政的支援が行われるよう、国や府へ要望を行うとともに、国や他団体の動向も注視し、学校司書の配置や資質の向上を図るための研修の在り方などについて検討していきたいと考えておるところでございます。浅井敦則議員。ぜひですね、引き続いて、1年でも早くですね、その学校司書の増員についてですね、ぜひ引き続いて継続して検討していただきたいということを強く要望しておきたいと思います。次の質問に移ります。農産物直売所についてであります。
まあ、朝霧市の現状についてまずはじめにお尋ねしておきたいと思いますが、農産物直売所は、まあ、言うまでもなく、まあ、地元で生産されたものを地元で消費するという、まあ、地産地消の取り組みの中でも、まあ、市民にとっては最も身近で、かつ直接生産者の顔が見える取り組みとして、まあ、大変喜ばれて、おります。昨今の食と健康への市民の関心の高まりと相まって、ますますその重要性が指摘されてきております。まあ、そのような中、朝霧市は、まあ、JA と連携し、まあ、生産者有志により月1回植物公園内において取り組まれております。まあ、しかし、まあ、いくつかの課題があります。まあ、立地条件にしてもですね、車でしか行けない場所であります。また、雨の日なんかは、まあ、テントを準備するのに大変だということもありますし、時には植物公園の建物の中で、まあ、されたという時もありました。まあ、いろんないくつかの課題がありますが、そういった課題について、まあ、宇治市として、まあ、どのように受け止めていらっしゃるのかお尋ねいたします。松田市民環境部長。本市で農作物の直売の取り組みを行っていただいている朝霧市につきましては、現在宇治市植物公園で月に一度の開催とコープ新名店内の一角にコーナーを設けて直売の活動をされておられます。植物公園での活動におきましては、開催場所が市内中心部から離れた場所であり、利用客のアクセス面で課題があること、また店頭の設営等の準備においてもご苦労をされているということなどが課題であると認識をいたしております。一方、コープ新名店での活動につきましては、売上も順調であるとお聞きをしておりますことから、コープ新名店の内容充実や他のスーパーマーケットなどの一角を借りることも直売の充実の手法の一つになるのではないかと考えております。浅井康則議員。まあ、今おっしゃっておられますようにですね、まあ、いくつかの多くの課題が あるわけであります。まあ、そういった中で、まあ、そういったことがクリアされていかないと、まあ、常設化ということについてもなかなか一気にいかないということに当然なっていくわけであります。しかし、この、月に1回だけしか、開催されていないということ、まあ、これはもう決定的な、やはり、なんて言いますか、取り組みの、まあ、弱さといったら、あれなんですが、まあ、行政としての支援という点からいきますとですね、なんとかやはりしていかなきゃいけないのではないかというふうに思います。まあ、行政もよくご存知の通り、宇治市以外のですね、市町村、もう本当にすべてがすべて常設化されています。週1回休むというところはありますけれども、基本的に常設化、毎日どこに行っても毎日ですね、そこに行ったら必ずその農産物が買えるという状態であります。まあ、宇治市だけがなぜこうなってしまっているのかということについて、私もその辺のところはよく、経過はなかなか分かりませんが、まあ、いずれにしても現実的にはそういう状況であります。で、まあ、常設化に向けてですね、過去にも質問をさせていただきましたときに、松田部長が JA と協議をしていきたいということをおっしゃっていただきましたし、まあ、その後の、まあ、議会での答弁でも JA と協議をしているというようなことをお聞きをいたしておりますが、その後今日までですね、どのような協議がなされてきたのか、常設化に向けて、まあ、具体的にどのような方策が考えられるのか、その点についてお尋ねいたします。
松田市民環境部長。直売所につきましては、これまでから申しておりますように、農業生産の規模、生産者の意向とともに、立地や流通など地域の実情に対応した形で運営されるものと考えており、行政といたしましては、農業関係団体が主体的に取り組みを行っていただき、それを支援していくという立場にあると考えております。この間、市としましては、JA 京都山城の宇治市運営協議会の方々と、直売所の形態や立地などにつきまして、意見交換をさせていただいてきたところでございます。JA 京都山城におかれましては、常設直売所の開設に向けて検討がされておりまして、その中では取り扱う品数の確保が課題として挙がっており、季節によっては宇治市内で取れたものだけで商品を揃えることは難しいことから、久御山町や常陽市などの近隣市町で生産されたものも含めて商品として取り扱うことができないか検討をされており、現在は生産者の方々に対しまして農作物の出荷や協力についての意向確認の作業をされているところでございます。その結果によりまして、直売所の規模や体制、立地場所などの具体的な内容が固まってくるのではないかと考えておりますことから、その内容を踏まえて市の支援につきまして検討を進めてまいりたいと考えております。浅井康則議員。JA との協議ですね、いろいろと進んできているようでありますし、ぜひですね、そういった取り組みをですね、十分にやはり、支えてい、っていただきたいと思いますし、ぜひですね、いきなり常設というのは無理かも分かりませんが、今の月1回をですね、例えば、1週間に1回とかですね、だん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 増やしていくというようなことも考えていかなければいけないと思いますし、もちろんその前提としては生産品物を出していただく生産者の数を増やしていくということなど、いろいろとあると思いますが、ぜひですね、行政としても積極的な応援をぜひしていただきたいということを要望しておきたいと思います。最後にですね、公民館のバリアフリー化の問題について、質問をいたします。市内の公民館はですね、いずれも開館以来30年以上、経過しております。中でも宇治公民館は築49年ということであります。年々老朽化に伴いまして、いろいろと使い勝手の悪さ、弊害が生じてきております。特に利用者の方々の高齢化によりまして、2階への階段の上り下りが、大変難しいとおっしゃる方々も増えてきているわけであります。当局もその都度可能な範囲での、部分的な改修に取り組まれていることはよく承知をしておりますが、利用者が安全に安心して利用していただけるようにバリアフリー化に向けた取り組みが、急務となっているのではないかと思います。そこで質問ですが、市内の公民館の施設面における現状とバリアフリー化に向けた課題について、どのように受け止めておられるのかお伺いしたいと思います。中村教育部長。本市の5つの公民館のバリアフリー化の現状についてでございますが、中央公民館には文化センター建物内に共用のエレベーターが設置をされております。3階建ての宇治公民館にはエレベーターは設置されておらず、高齢者が苦労して3階大会議室に上がられていることや、階段の上り下りが難しい方が1階の利用を希望されていることは承知をしております。また小畑公民館、小倉公民館、広野公民館につきましては、
2階建てでエレベーターは設置されておらず、3館とも公民館利用者の高齢化が進み、2階の会議室を利用するにあたり階段の上り下りが難しくなってきており、特に学習道具等を持って上がることが難しくなっていると各公民館長から聞いているところでございます。一方、市教委は平成23年度に宇治公民館、小畑公民館と小倉公民館の3館ではトイレの一部洋式化と1階の新商用トイレの改修および手すりの設置、会議室の床の張り替え改修などの工事を行いました。また市消防局の事業として中央公民館では平成18年度文化センターリニューアル工事に含めてトイレの洋式化などが行われ、また広野公民館では平成19年度にトイレの洋式化や会議室の床の張り替え改修が行われたところでございます。浅井康則議員。市内の公民館のですね、現状について、今お答えいただいたような現状であります。私もこの質問をさせてもらうときにですね、色と市内の公共施設の状況を色と思い浮かべたんですが、市民が普段よく利用するですね、施設の中で、2階なり3階ですねの施設があるところでエレベーターが設置されていないところは公民館だけじゃないんですか。文化センターはもちろん、中央公民館は文化センターと併設ですからありますけれども、宇治公民館3階ですからきついですわね。宇治公民館と小倉公民館、広野公民館、この3つ以外でですね、2階以上の施設で市民が普段利用されるところでエレベーターが設置されていないところというのはもう他ないんじゃないんですか。ぜひですね、そのエレベーターの設置ということについて、今年来年とかいうわけにもちろんいかないことはよくわかるわけですが、ぜひエレベーターの設置ということをですね、ぜひやはり念頭において今後の老朽化対策ですね、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。で、その辺のですね、エレベーターの設置ということについて、市として基本的にどういうふうにお考えなのか、お尋ねしたいと思いますし、合わせて当面の対策として、どのようなことが考えられるのかということであります。小倉公民館を利用されている方から要望がありまして、教育委員会の方にも要望されましたけれども、階段の段差をですね、今の段差をもう少し下げてほしい、縮めてほしいというような、少し低くしてほしいと、奥行きをが 長いものにならないのかということ、いわゆる一般的なバリアフリー化というか、総合福祉会館の階段なんかはですね、その段差の高さがもっと低くてですね、奥行きが長いわけですね。そういったことができないのか、小倉公民館だけじゃなしに広野公民館も同じようなことで困っていらっしゃると思います。ある方なんかはスリッパを脱いでですね、スリッパを脱いで、手すりに、ある意味ではしがみついて、登って、いらっしゃるというような、こともお聞きいたしております。何かですね、そういったことについて、応急的な部分的なですね、改修とかですね、工夫ができないものか、そういったことも含めて、究極的にはエレベーターの設置が一番最善の方法だと思いますが、当面の対策等について、どういうふうにお考えなのかお尋ねいたします。中村教育部長。2階への上り下りについての対策など、公民館のバリアフリー化につきましては、課題として認識しております。
市教委といたしましては、公共施設等総合管理計画を策定する中で、市消部局と調整し、さまざまな検討を加えてまいりたいと考えております。つきましては、当面の対応といたしまして、例えば高齢化によって2階へ上がることが困難になっている状況を、各公民館利用者やサークル連絡協議会の中で話し合い、利用日を調整するなどして、利用者全体の問題として捉えた解決の方策を講じてまいりたいと考えております。また、利用者の皆様の声を聞きながら、脱げにくいスリッパを置くなど、きめ細かい対応も心がけてまいりますので、ご理解賜りますよう、よろしくお願いをいたします。浅井康則議員。ですね、いずれにいたしましてもね、ぜひですね、毎日毎日といったらですが、1週間に1回、2回ですね、いろんなサークルの方が利用されているということでありまして、生涯学習のですね、本当に、地域のある意味では拠点的な活動の場所であるわけでありまして、ぜひですね、何らかの方策をぜひ考えていただきたいと思います。利用日の調整、利用する団体のですね、その利用の日を調整するとか、1回、2回のですね、調整とか話し合いとかありますけれどもね、やっぱりみんな1回を希望されますがね、当然ながらね、2回はできたら1回の方がいいというふうに当然なりますがね、そういう話し合いで済むもんならいいんですけどね、なかなかそういうわけにいかないわけです。で、どこの公民館もそうだと思いますが、非常用の階段がね、外から入れる非常用の階段があると思うんですね。小倉公民館の場合も非常用の階段が比較的利用しやすい場所にこう配置されていると思うんですね。で、その非常用の階段をね、回収してね、歩きやすいようにですね、登りやすいように、少し回収するとかいうことなんかも一つの方法ではないんでしょうか。そういったこともですね、ぜひ含めてぜひ考えていただきたいと思います。エレベーターの設置ということも基本的に念頭に置いていただきたいし、そういった当面できる対策をですね、ぜひ公民館、現場の公民館とぜひやはり十分に協議していただいてですね、何らかの対策を講じていただきたいというふうに思いますし、強くそのことを要望しておきたいと思います。以上で予定の質問は終わらせていただきます。最後になりましたが、今期をもって8人の議員の方が退任をされますが、今日までの議員活動に対しまして心から敬意を表しますとともに、これからもお元気で、それぞれのお立場でご活躍くださいますようにお祈り申し上げておきたいと思います。以上で一般質問を終わらせていただきます。稲吉道夫議員。3月定例会における一般質問を通告に従って行います。はじめに土砂災害防止法について、昨年8月に広島北部で発生しました大規模災害では、
発生現場のほとんどで基礎調査と警戒区域の指定が未実施であることが分かりました。このため住民に土砂災害の危険性が伝わっていなかったことが被害の拡大の原因として指摘をされております。現在土石流や崖崩れの恐れがあるこの土砂災害危険箇所は全国に約53万箇所あるとされております。しかしながら基礎調査が完了しているのは約38万箇所にとどまっております。こうした現状を踏まえ昨年11月には改正土砂災害防止法が成立、同改正法では基礎調査を実施主体である都道府県に促し、その結果を公表することを義務付ける一方、国が基礎調査の遅れている都道府県に対して是正要求を行えるようにしました。このことを踏まえお尋ねします。本市における土砂災害危険箇所は何箇所あり、基礎調査が完了していない箇所は何箇所あるのか、お聞かせください。安田建設部長。土砂災害防止法に基づく警戒区域指定への取り組みは平成13年の法律の施行を受け、京都府におかれまして平成14年度から平成23年度にかけ土砂災害防止対策に必要な基礎調査を宇治市内において実施されてきたところでございます。その基礎調査の結果、本市におきましては267箇所の危険箇所が公表されており、基礎調査につきましてはすべて完了いたしております。しかしながら平成24年の京都府南部地域豪雨により地形に変状がありました住山地域と志津川地域の11箇所につきましては改めて再調査が必要であると京都府より伺っております。稲吉道夫議員。次に、本来調査は 100% 完了することがこの市民の安全安心の基礎となると考えます。この今後の本市の基礎調査の計画はどのように進めていくのかお聞かせください。そしてまた区域指定には警戒区域とこの特別警戒区域に大別されますが、この本市の区域指定はそれぞれどのようになっているのかお聞かせください。さらに、警戒避難体制を整備することが求められるこの警戒区域に対し、特別警戒区域は開発行為を規制するものです。本市において特別警戒区域に住居はあるのか、あるとしたらどのように対応するのかお聞かせください。安田建設部長。1問目でもお答えいたしました。住山・志津川地域の再調査につきましては、京都府において平成27年度のできるだけ早い時期に実施し、本年8月をめどに調査を終えていきたいとお聞きいたしております。また現在、警戒区域と特別警戒区域の区域指定が完了しております笠取地区ほか4地区につきましては、全137箇所のうち、20箇所が警戒区域で117箇所が特別警戒区域に指定されております。そのうち特別警戒区域内には約60件の住居が存在しており、その建築物につきましては建築物の構造が安全なものとなるようにするための建て替えや改築時の構造上の規制がかけられております。また住民等の生命または身体に著しく危害が生ずる恐れのある建築物の所有者に対しましては、安全な区域に移転するよう、京都府知事が勧告することができることになっており、建築物等に係る移転等に対しましては、住宅金融支援機構による家屋の移転、代替住宅の建設、
土地の取得等に必要な資金融資が受けられるとともに、危険住宅の除去等に要する費用や住宅の建設に要する費用の一部が補助される住宅建築物安全ストック形成事業などの適用を受けることができます。また宅地建物取引における措置といたしまして、特別警戒区域内の宅地や建物の売買等にあたっては、特定の開発許可について重要事項説明を行うことが義務付けられております。いずれにいたしましても、まずは特別警戒区域にお住まいであるということを所有者の方や地域の方に知っていただくことが重要であり、地元説明会などを通じて土砂災害の危険性について適切に認識していただき、地域での共助の取り組みをしていただけるよう京都府と連携し、周知に取り組んでまいりたいと考えております。稲吉道夫議員。次に、この度、都道府県による、土砂災害危険箇所の基礎調査を 着実に実施し、警戒区域の指定を進める基礎調査のための優先配分枠、この制度が創設されました。政府が11月14日、閣議決定しました2015年度予算枠に盛り込まれましたこの防災安全交付金の中で、必要経費が70億円が確保、改正土砂災害防止法による土砂災害防止策の推進を下支えすると聞いております。京都府の動向と本市の今後の基礎調査の推進はどのように規定されているのか、お聞かせください。安田建設部長。現在京都府におかれましては、土砂災害警戒区域および特別警戒区域についての指定状況を府ホームページで公表されているところでございます。また平成27年1月18日の土砂災害防止法の改正を受け、京都府では府民の土砂災害の危険性に対する意識の向上と、大雨など災害発生時の早めの避難に役立ててもらうため、現在土砂災害警戒区域などの指定がされていない地域についても、土砂災害警戒区域に係る基礎調査結果を府のホームページ等において本年2月の24日付で公表されたところでございます。こうした状況から本市といたしましても、土砂災害防止法に基づく警戒区域指定が遅れている地域につきましては、京都府と連携のもと先月下旬から順次地元説明会を実施し、地元の方々に土砂災害危険箇所の周知を行い、土砂災害の危険性を認識していただき、指定への理解を得て、すべての地域で早期に指定が完了するよう鋭意取り組んでまいりたいと考えております。稲吉道夫議員。この項目の、最後にこの意見要望として、申しますが、この区域指定が進まない背景には、この区域の、イメージダウンによるこの地価の下落を住民が、懸念することが一つとして、一つの理由として、挙げられると思います。しかし近年の災害は、局地化しておりますし、激甚化していますので、このソフト、ハードの両面の対策も、土砂災害に関しては喫緊の課題では、喫緊の課題であると思います。この改正法では基礎調査の結果公表を義務化し、指定内であってもこの、住民に家の建築場所の危険度を、認識してもらうことが、まず最初のその法の精神であると、思います。住民説明は懇切丁寧に粘り強く行うことを、要望してこの項目を終わらせていただきます。次に地域課題、この小倉地域のまちづくりについて、
この小倉の中でも、特にこの西小倉地域に住んでいる方々に聞くと、以前に比べ、人通りが少なくなっていると、そして活気がなくなっているとの、声を多く聞きます。この商店街を見ても、買い物客はまばらで、シャッターを閉めている商店も、少なくありません。この長年商売を続けてこられた商店も、最近は店を畳んでいく数が増加をしております。これは小倉の商店街に限らず、全国規模で問題視されていることではありますが、この中小企業庁委託事業が発表しました、この平成25年度の商店街、実態調査によりますと、まず商店主の退店した理由として、商店主の高齢化と後継者不在が挙げられ、その影響が大きいのか、次に挙げられる調査結果によりますと、この商店街の最近の景況として、繁栄しているが 1%、繁栄の兆しがあるが 2.3% となっております。一方で、衰退しているが 43.2%、衰退する恐れがあるが 33% となっており、合わせると 70% 以上が、この将来、退店の恐れがあるとの、調査結果が、出ております。ほかにも、さまざま理由はあります。この現状を何としても打破しなければ、将来人口減少にも歯止めがかからず、衰退の一途をたどるのではないでしょうか。そこでお聞きしたいのは、平成3年に近鉄小倉駅周辺地区再整備、基本計画、策定調査 この概要報告書が、当時の都市整備部、都市計画課から、出されております。その中に、まちづくりは町が持っているいろいろな問題や課題とともに、これから町に要望されるさまざまな施設や景観などについて、居住者、商業者、土地、建物所有者などと行政が協議し、協力、協調してまちづくりを推進する必要があると書かれております。調査の報告書から二十数年経過しておりますが、これまで本市として、関係者の方々との協議はどのように進めてこられたのか、お聞かせください。木村副市長。平成3年度に策定いたしました議員ご案内の近鉄小倉駅周辺地区整備計画策定調査は、近鉄小倉駅周辺地区のまちづくりを進めるにあたりまして、この地域の方々にまちづくりについて考えていただくための素案といたしまして、地域の役員の方々にお示しをさせていただいたものでございます。この素案の中では、関係する住民の方々が中心となりまして、組合を設立をしていただきまして、市街地再開発事業や区画整理事業といった手法によりまして、まちづくりを進めてはどうかという提案をさせていただきましたけれども、具体的な動きには至りませんでした。その後、少子高齢化が進展するなどの社会情勢の変化や、さらには近年の局地的な豪雨による水害の発生など、まちを取り巻く環境は大きく変わってまいりましたことから、平成20年度にまちづくり研究会を立ち上げていただきまして、これまで22人の皆様に5回の会合を重ねていただいたところでございます。この間、まちづくり研究会では主に防災をテーマにご議論いただいてまいりましたが、今後は駅周辺のまちづくりについても研究会のテーマとして取り上げていただけるよう、本市といたしましても、さまざまな情報提供や運営をお手伝いするなどの支援をしてまいりたいと考えているところでございます。稲吉道夫議員。さまざま課題が多いですので、時間のかかることだと思います。この、要望で最後終わりますが、本当にこのまちづくり研究会での議論されていることは、私もそんなに細かいことが分かりませんので、それについて意見を、申しませんけど、この整備 この基本計画調査が、行われて、この二十数年が、経過しております。
まあ、その中でそのこの特に近鉄小倉駅周辺に限っては、まあ、そんなに町自体は変化が見られないと思うんです。まあ、他都市でのこの商店街が繁栄している地域においてはですね、街路灯が、まあ、LED であったり、まあ、道路のカラー舗装や、まあ、歩行空間の整備が進んでいたり、このハード面の整備がね、よく本当に進んでいると思います。まあ、これまで本当にこの地元の、要望もたくさん出ておりますし、この議会でも、まあ、問題となって挙げられておりますこの東西通路の確保も、含めてですね、このハード面においてはやっぱり多くの財源のかかることですから、今後のその地元との この協議を慎重にまた配慮を持って進めていただきたいと要望します。まあ、一方でその他の地域ではですね、本当に物に頼ることなくこの町づくりをこの地元地域の努力によってまあ反映させている、そういう地域が、あります。まあ、本当にその、取り組みがですね、盛んに行われている地域がございます。この京都府内では、この向こう市、この向こう市内では、2009年に、立ち上げました、京都激辛商店街の取り組みにより、2008年に、まあ、3000人であったこの観光客数が、商店街発足後わずか5年で、19万4000人に達したと。この町おこしで本当にこの市に行政に頼ることなく、まあ、様々な仕掛けとこの周辺の商店との連動をさせながら、まあ、成功した事例として、まあ、これまで本当にテレビ報道等でも数多く取り上げられたと思います。まあ、細かい紹介は省きますが、この京都激辛商店街、まあ、これの事業の開始のきっかけはやっぱり激辛の名称にインパクトがあり、元気が出るイメージと食で町おこしを決意したとお聞きしました。本当に食といえばこの小倉も負けてはいないと思うんです。たくさんですね、飲食店街があります。小倉に行けばさまざまな食の店舗があり、まあ、その中で本当にこの行列のできるお店もあります。まあ、観光を含めた魅力が私はたくさんこの小倉にはあると思うんです。ですからこの光景の、まあ、その商店街の中でも後継のですね、若手店主の間ではこの小倉の将来を心配しながらも、まあ、なんとか自分たちの手で盛り上げていきたい、まあ、こういう情熱をお持ちの方が、まあ、少なからずいらっしゃいますので、まあ、その思いに本市として、協力できるところは協力をお願いしたいと、まあ、このように思います。まあ、他都市では、市役所庁内にシティプロモーション課を立ち上げ、市民共同体で市内の観光資源や特産物を有効活用し、まあ、さまざまなイベントに、取り組んでいるところもありますので、まあ、まずは、地元が町おこしの取り組みとしてソフト面の強化を図ることは前提ではあります。まあ、しかしながら市民共同で、まあ、市全体での観光を含めた取り組みをこのぜひともこの小倉にも向けていただき、ソフトとハードの両面から、取り組みを要望しまして、私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。暫時休憩いたします。この際15分程度休憩いたします。